全20人の F1 のレギュラードライバーの中で、今シーズン限りで来年のオプションがなく、契約が切れるドライバーは、ハミルトン、角田裕毅、チョウ・グアンユー、サージェント、ヒュルケンベルグ、マグヌッセンの6人と言われています。この中で、現時点でチーム側が契約更新を望んでいるのは、実質ハミルトンとヒュルケンベルグだけかもしれません。この2人の契約更新は、ほぼ間違いないと思われるので、正式発表も時間の問題でしょう。アルファロメオのチョウ・グアンユーに関しても、チーム首脳陣も現時点では続投を希望していますが、ザウバー育成のプルシェールが、現在 F2 でランキングトップに立っているので、タイトルを獲得すれば、そのまま来シーズンはチョウ・グアンユーのシートを手にしても不思議ではありません。チーム側は、3年目の F2 でランキング3位を獲得したチョウ・グアンユーと、同じく3年目の F2 でタイトル争いをしているプルシェールの、どちらを選ぶかに注目です。中国人のチョウ・グアンユーにとっては、今後の残りのレースで強烈なインパクトが必要でしょう。個人的にはプルシェールは、強烈なインパクトのあるドライバーではないように感じるので、2人は同じような堅実派のドライバーではないでしょうか。チョウ・グアンユーには、タイのアルボン、日本の角田裕毅と共に、3人のアジア人ドライバーを維持してほしいので、なんとかしてシートを死守してほしいです。プルシェールも見てみたいですが、やはりシートが限られているというのが痛いですね。ルーキーには3年の経験が必要で、それは今シーズンの角田裕毅が証明していますが、逆にルーキーがデビューを果たしたら、3年間は下位カテゴリーのドライバーにはチャンスはないというのも痛いですよね。そして米国人のサージェントも F2 を堅実的な走りでクリアし、 F1 デビューを果たしていますが、今のところやはり F1 ではインパクトを残せていません。ではそのインパクトとは一体どのようなものでしょうか。個人的に思うのは、デビューイヤーのシーズン序盤の角田裕毅、そして今シーズンのピアストリのような活躍だと思っています。角田裕毅には一発の速さがあり、それを開幕前テスト、開幕戦の予選などで披露し、デビュー戦でのいきなりの入賞、その後のトラフィックパラダイスなどの無線での暴言がある意味強烈なインパクトにつながったと感じます。今では完全に F1 の人気者になっているというのが大きいと思います。チョウ・グアンユーも開幕戦で入賞を果たしていますが、サージェントと共に角田裕毅と比較すると性格的にもおとなしいため、それが走り以外での派手なインパクトにつながっていないように感じます。そして今シーズンのピアストリのインパクトに関してはもう説明は不要ですよね。マクラーレンの不動のエースはランド・ノリスで間違いないですが、そのノリスすら凌駕しそうな勢いを見せるピアストリは心底恐ろしいドライバーです。もし今シーズンの残りのレースでノリスを上回る走りを披露し続けたら、今度はノリスがシート喪失の危機に立たされます。ノリスはシートを喪失したリカルドに同情せず、明日は我が身という言葉を発していました。当時は誰もがノリスにはそういうことはないと思っていたと思いますが、その翌年にいきなりそれが現実のものになろうとしているので、そういう意味でも F1 の世界では本当に何が起きるか分かりませんね。ハースに関しては文句なしでヒルケンベルグは契約を更新できると思います。ハースのマシンではこれ以上望めないというほど、ヒルケンベルグは予選決勝とも渾身の走りを見せています。一方、昨年から複数年契約で F1 にカムバックしたマグヌッセンですが、完全にヒルケンベルグに圧倒されているため、このままの成績でシーズンを終えることになればシートの確保は難しくなるでしょう。もしそうなった場合、ベテラン好きでルーキーの起用に消極的なギュンター親分が誰を抜擢するかに注目です。親分が求める条件に合致しているのはダニエル・リカルドただ一人だと感じていますが、この線はないと思います。リカルドがアルファタウリのシートを喪失するということは、角田裕毅に惨敗した時だけでしょう。ノリスに敗れ、さらに角田裕毅にも敗れたリカルドをハースが獲得するとは思えないので、
他のベテランドライバーになると思います。では、誰が適任だと思いますか？可能性的にはデフリースもあり得ると思いますが、現実的ではありません。そうなるとヒュルケンベルグのような成績を見込めるドライバーはいないのではないでしょうか。インディーに転向したグロージャンを呼び戻すか、引退したベッテルにお願いするか、どちらも現実的ではないですよね。もしそこで候補がいないのであれば、アストンマーティンのドルゴビッチにチャンスを与えてほしいです。 F1 ではルーキーということになりますが、ミックのようにマシンを壊し続けることはなく、さらに母国ブラジルのスポンサーの獲得にもつながりそうなのでおすすめです。一番気になるのがアルファタウリの角田裕毅です。ホンダとレッドブルの関係により、レッドブル昇格どころかシートの確保すら不透明になってきた今、もしリカルドに勝ったとしても契約が更新されないかもしれません。そうなると F2 の岩佐歩夢もレッドブルの育成から外される可能性が高そうです。角田裕毅がリカルドに負けた場合、文句なしでシートを喪失するでしょう。そして来シーズンはリカルドとローソンのラインナップになると思います。日本人ドライバーにはどうしてもホンダありきのドライバーという色眼鏡、フィルターがかけられます。そのフィルターは角田裕毅や岩佐歩夢レベルのドライバーでも外されることはないというのが、ヨーロッパのスポーツである F1 に挑戦する日本人ドライバーの差がなのでしょうか。現在 F1 に参戦している自動車メーカーはフェラーリ、ルノー、メルセデス、ホンダの4つとなりますが、この中ではホンダだけが F1 チームを持っていません。その4メーカー全てに育成ドライバーシステムがありますが、やはりチームがあるのとないのではドライバーの未来が大きく変わると言えるでしょう。ホンダはもう簡単には撤退しないと思いますが、この問題を払拭するにはエンジンを供給するチームにドライバーを強力にご利用しする必要があります。それをしなければ何のための育成ドライバーなのかということになると思います。それができないということになるなら、ホンダはドライバーの個人スポンサー的な位置づけでも良いのではないでしょうか。現在2026年からワークスとして F1 参戦を開始するアウディがドライバー候補としてサインツをピックアップしていると言われています。もし彼らが角田裕毅に注目していたとしても、裕毅はホンダだからという理由で除外していた可能性もあります。こうなってくるとドライバー的にはデメリットとなります。もちろん水面下ではマネージャーのマリオ宮川さんが様々な可能性を模索していると思いますが、現実的に多くのチームが角田裕毅や岩佐歩夢からホンダとのつながりを捨て去ることはないでしょう。参戦撤退を含め、ホンダはこういう部分を真剣に考える時期に差し掛かっているのではないでしょうか。もし角田裕毅がリカルドに勝ち、岩佐歩夢がタイトル争いを続けている中で結果に見合わない人事が発動される可能性にホンダは直視するべきではないでしょうか。こういうことを考えると、ホンダの2020年の撤退発表の影響はかなり深刻ではないでしょうか。皆さんはホンダは育成ドライバーに対しどこまでサポートすべきだと思いますか。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。